これからバイトに行かなくならないんでそんな時間ないんですけどあのちょっと喋りたいなちょっと喋ると元気になりそうだなと思って喋ってるんですけどあのねあの作家の死についてちょっと考えようと思うんですけどあの とにかく生きてるね、人間をね、殺すっていうのはね、とっても難しいことだと思うんですよ。首を吊ったりとか、なんか、いや、あの、海に飛び込んだりとか、いろいろやる人いるんですけど、川に飛び込んだり、あとなんだ切腹したりとか、それにいろいろあるんですけど、 ああいうことをするのってものすごいなんかエネルギーがいて大変なことですよね。それでもやりたい。それでも死にたい。ガーバテンスナイなんてもう結構年取ってから死んだから、そんな別にわざわざ死ななくったってともう少しでどうせ寿命だったんだから、 別にしな,なくてもいいような感じなんだけどやっぱり自殺してしまったなんかそれは三島由紀夫が死んだことと関係があるって言われたりもしているんですけど仲が良かったからそれで私はあのダダの様の死んだのは理解できないんだけどなんか三島由紀夫が死んだっていうのは ななんとなく理解できるかなりの狂気だったような気がする。でとにかくあのよ世の中に自殺願望を一度もいただいたことのない人っていないと思うんですけどだからその時のことはみんな覚えてると思うんだけど あのー、とにかくやっちゃいけないやっちゃいけないそれは確かなんだけどでも誰でも鬱になったりなんだり会社のこととか恋愛のこととかいろいろ鬱になってあもう自分は死んでしまうもう仕事で忙しくて忙しくて毎日が大変で大変でつらくてつらくて。 あの瞬間的に。列車に飛び込んで。しまう。もう俺もなんか一種恐怖の世界に入っちゃったんですよね。あの、いつかあの電通の？2階から飛び降りて亡くなったとしていますよね。2階から飛び降りる飛び降りるって死ぬって結構あの難しいと思うんですけど。 よっぽど死にたかったんでよっぽど頭から落ちたとかなんかそういうのがないと死なないですよね2回からだとねだから相当あの自殺願望が強かったじゃないかと思えるそれでねあの自殺って考えてパ って頭に浮かぶのがあの宮崎勤もう死刑になりましたけど彼のお父さんが自殺してるんだけどそれはもう被害者の方にとにかく金銭的に保証をしてあげてでそれが全部終わったところであの川に飛び込んだんですって。 だからね、そういう人はね立派だなと思うけど死んじゃいけないけどでも立派だなと私は思った自殺した人いっぱいいるけどでね私私の自殺願望っていうのはとにかくハイで「はい」で私「はい」で自殺未遂。 したことが 1, 2, 2回3回3回ぐらいあるのかなで空港で自殺未遂したっていうそのバカなバカなことをしただって空港には警察がいっぱいいるからすぐ発見されるじゃないですかそれでなんかねあの,あのそれは交付安全のオーバードースだったんだけど あのね1個2個3個4個ってね数えてね全部数えてあ全部じゃ17個あるな17個あると思ってもう全部飲んでるあのね数えるっていうのは何だろうと思って私小説にねいっぱい書いてるんですけどあのオーバードースする前にこうね数えるんですよ1234って。 なないい人にはあの想像できない行動だから想像できない行動を自分がやってるとそれが小説に生かせる死んじゃダメだけど死に損なってぐらいだったらあの非常にあの現実的なことが書けるそれがねあの精神病の人の 特権みたいなとこがあってでね私ね夜中にねどうしてもどうしてもどうしても死にたくなってでたまたまね歩いて行けるところにあのものすごい大きな病院があったんですよ。それで歩いて行ってあの私どうしてもどうしても死にたいんだけどみたいに言ったらなんかあの手屋に入れ,入れられて でドクターは朝にならないと来られないからとか言われてあの部屋に入れられてで上から何にもつるするつるしてる,るところはなくてあの紐とかそういうものは一切ない部屋に入れられてガチャンと鍵をあの回されてそしたらねそのね あのドアのところにこう鏡がじゃない窓がついててでねその向こうにねすんごいかっこいいねあのガードマンのお兄ちゃんが立っててなんか守られてるようで嬉しいなとか思ってそれでなんかトイレに行きたくなったから「あの取りに行ってきてもいいですか?」って聞いたら「OK」とか言って。 それで、ああ、かっこいいな、この人とか思って。で、なんかだんだん嬉しくなってきて。<laughs> なんかそういう私の自殺,自殺願望って情けないんだけど。それでね、もう一回の時は、私、あの、ちっちゃいクリニックに行ったんですよ。それでそこの、あの、なんだかかな、看護師さんかな。 精神科の看護師さんがなんかいてそれもね夜中だったんですよ。なぜかいつも夜中なんだけど夜中にねその人とこう話してでその人が言うにはちょっとねその人ね他の人がねあまり言わないことを言ってくれたんだけどあなたたちはうつで。 死にそうになって辛い思いはするけれどもあのその灰の時のこのものすごいあの喜びっていうのは他の人には絶対味わえないものだからそのことを考えて生きていきなさいみたいに言われて。 私そんなこと言われたことなかったからあそういうこと言う,言う人もいるんだなと思ってなんかそれでその時はその人に「これから家に帰るか病院に行くかどっちか決めなさい」って言われて私は一生懸命考えたんだけど「わからない」って言ったんですよ。 で、その人がわからないくらいだったら病院に行けって言われてそれで病院に行ってちょっとだけ入院してたんですけどでね本当にね自殺願望っていうのはねあの湧いてくるんですよあの脳の脳にいろんなケミカルがあってあのドーパミンだのセラトニンだの いろいろあるんだけどそれが双極性障害の場合それがあのアンバランスになってそのドーパミンだの何だかが増えすぎるとウになってその何だかが低くなるとうつになって。 でももう私たちのそのケミカルのえっと作り出す部分がもう壊れてるからその肺とかローとかそれをコントロールできなくなっちゃってるからもうこの病気は一生治らないんだよ。なんとか付き合っていくしかないんだよ。 でね結局作家が死ぬっていうのはやっぱり何かの精神病を抱えてて私一番感じるのはあの,あの人芥川隆之介あの人の,あの自殺願望っていうのはかなりシビアであのオーバーストースで死んでますよね。で死ぬ前に書いたものを読むと もう本当に本当に、なんかもう、死にたい死にたい怖くてしょうがない。生きてるのは怖くてしょうがない。怖い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 。でね、他の作家の人はね、そこまでね、あの、怖いよっていうことは言ってないんだけど、あの、芥川龍之介のものを読むと、本当に純粋に、 死の怖さを表していてどうにもならない恐怖感あのあるアホの一生でその電柱の上にこう火花が散ってたあの火花の色もう自分の一生で 何も欲しいものはないけれどもあの火花だけは欲しいと思ったとかそんなことは普通言えないですよね。本当に純粋な言葉に何純粋な純粋な心にならないとあんなことは絶対書けない。だからね私はね彼をすごい尊敬してる。尊敬して,してるけど怖いんだけどあの尊敬してる。そんなことを書ける人は他にいない。 あの人はやっぱりすごかった。最後に死んでしまったけど、やっぱり、あの、ああいうことをね、書いてから死に、死にたい。書く前は死ねない。だからきっと私はしいい一生死ねない。だから皆さんも死なないように、私はあれが書く前には、あれを書くまでは死ねないから、きっと一生死ねない。ということで、 暗いまだ暗いから暗かったけどすいません。